函館ライナーは、北海道旅客鉄道が、函館本線の函館駅から、新函館北斗駅間で運行している、普通列車及び、快速列車の名称である。2016年3月26日に、北海道新幹線の新青森駅から、新函館北斗駅間が開業するのに伴い、函館駅から新函館北斗駅間を結ぶ、新幹線アクセス列車として、 運行を開始した。列車名は2014年11月20日から12月22日まで一般公募を行い、公募順位1位であることと、目的地である函館とライナーを掛け合わせた愛称であり、親しみやすく、わかりやすいこととして決定した。函館駅から新函館北斗駅間に定期列車16往復32本を設定し、 朝の上り始発列車と深夜の下り最終列車を除き、すべての新幹線、はやぶさ、はやてと接続する。そのうち、下り6本上り7本は、快速列車として運行される。また、北海道新幹線開業直後とゴールデンウィークなど、多客機は、臨時快速列車が、最大3往復増発される。新幹線開業まで、函館七重間で運転されていた。 区間列車のほとんどが、函館ライナーの普通列車に置き換えられており、函館の郊外輸送の役割も担っている。なお、森駅函館駅間運行の普通列車は、函館ライナーとはならない。函館駅五両角駅から新函館北斗駅、函館駅五両角駅北境駅大中山駅、七駅から新函館北斗駅全列車が、 箱館運輸所,所属の733系三系千番台電車を使用する。なお、道南地区の国鉄 JR の路線で普通列車に電車が使われるのは初めてとなる。なお、3両編成の定員は441人で、新幹線の1編成の定員に対して大幅に少ないことから、繁忙期には2編成を連結した6両での運転を行う。ありがとうございます。